こんばんは、入山明子です。8月31日月曜日、入山明子のつれつれ日記。今日も暑い一日でした。今日で8月も終わり、明日からもう9月。早いなというのが実感です。今日は霞が関のインターで降りて、内幸町にあります中日ビル東海ラジオのスタジオで収録を終えてまいりました。とってもよく月に笑う蝶も、そして入山明子のこともカップリング、笑顔の花が咲くようにもしっかりとお聞きくださっているなぁと感じながら、嬉しくお話をさせていただきました。その後は池袋、打ち合わせを済ませましたが、さあケーキセット、どちらを入山明子が食べたでしょうか。明日から大阪へ行ってまいります。生放送のラジオを2つ、そして雑誌の取材が2つ、それからテレビを2本、月に笑う蝶しっかりと PR させていただきたいと思っています。皆様も元気に笑顔でお過ごしください。それではおやすみなさい。